こやぎチャンネル、らっしゃい。はい、どうも、毎度こやぎです。本日はですね、普通にリーグバトルやってきた日ですが、今6分の7とオーバーしてまして、レベル上がったからなんですけども、5回分だけ消化したまま、もうほんと丸1日2日ぐらい経っちゃって、本当にお宝チャンスが消化できてないと。で、今日は狙撃キングをね、使っていこうと思うんですけども、狙撃キングがなんとですね、キャラブーストマックスで開放できました。ただスキル1はマックスにできたんですよ。ただこっちがあと4つ不足していると。まあ、このシーズン開けたら報酬もらえるんで、これもレベル5に、ね、なるんですけども、まあ、レベル5というかレベルマックスね。なんで、まあ、それで、まあ、もう完璧に育つんですが、本当はね、完璧に育ったよっていうことで連れて行きたかったんですけども、こんだけ強いですよって、まだ育っておりません。ただ、まあ、ブースト全部20マス解放できたのはかなり強いんじゃないかなというわけでですね、今日はこの狙撃キング使っていくんですけども、メダルはこちら、こんな感じですね。まあ、攻撃力 14%、 防御力が 14%、 でこれが攻撃と防御が、まあ、160ずつなんで、160160でこれ320なんですけど、300が限界なんで、まあ、20分だけ損してますけど、まあ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 、かなりマックスでつけてる方ではありますね。あの 18% メダルとかもね、もちろんつけたらいいんですけども、小ヤギは自分の名前間違えない、小ヤギはまだね、18%メダル1個も実は作ったことないんですよ。神々。本当になんでなんて、まあ、よく言われるんですけど、なんでなんでしょうかね。自分でもわかんないんですよ。なんかもう 18% メダルをつけずにやってきてるから、作ってないんですけども、それつけたらもうちょっと強なるんでしょうね。まあ、ただまあまあ、もう完全な攻撃と防御力フリートで、もう黒ひげは超平均的、体力、攻撃力、防御力もともに全部上げてますね。ただこのなんか前にもこのメダル紹介したんですけど、メダル一個一個は 12% とか 11% とかなんかね、しょうもないんですよ。攻撃力も130とかあったでしょ、 11%。 こんなんでも黒ひげは勝てちゃう。ね、もっといいメダルあるんですよ、多分。もうめんどくさくなってるんですよ。これセット登録してるから、セットでバシッてつけちゃうんですよね。はい。でもまあまあ、ここのだからね、数値は一応2700あると、トゲキングで言うならば2000、まあでも640あるのか。まあ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 、しっかりしてますね。まあなんだかんだ、まあまあ、そんなキャラで今回はですね、いきたいと。で、まあ、キャラタイプ効果で言えばこんな感じですね。6つついてて、パーセンテージ的には赤属性と緑属性、これ青属性が一番入るデッキなんで、いわゆる何でもあり適当デッキってやつですよね。はい。まあ、ただ、まあ、132% と 137%、 これはね、決して高くない。新規参入してきた方、まだやり始めの方から見ればでかい数値かもしれないんですけども、まあ、こういうね、153%とか 156% ぐらいまで、ね、いけたりするんで、まあ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 、こういうデッキで今日は行ってみたいと思います。6分の7ほんまにオーバーしてますよ。スコアがこんな感じですね。で、今日も月末なんで、もう明日には終わると。で、別にランキングとかも何も目指してないです。どこを目標にも走ってないんで、まあ SS にさえいてくれたらいいんですけども、今シーズン、まあもう今からどんだけ負けても、まあ S ね、リーグが落ちることは絶対ありえないと思うんで、はい、何十連敗せなあかんのかなって感じですよね。まあとりあえず行きましょうか。アクセスガイドを始めます。はい。この下のアンダーバーがなくなるんで、この下からこうやってスワイプしても
何も画面がもう変動しないってやつですね。さあさあさあ、もうこれは完全にソゲキングからディフェンダーが2人いますね。ああ、なるほどね、黒ひげと黒ひげ、あ、心強いさあ行きましょうか。最近ね、左手がもう釣るのが癖づいてきたみたいで、もう今半分釣りそう行きますよ。さあ、あ、真ん中に向かって走れ。グリフォン振ってサポートしてくれたら嬉しいけどもな。とりあえずは遠距離打ちますよね。あ、間に合わへん。逆にグリフォン振る。これはね、使わせといたらいいんですよ。なんで動かんの？いやー、分かってたけど余計に損ねたね。どこに避けてる？はい、今のはカモでしたね。こっちもちょっとダメージを受けたけど、さあマックスで溜まりきっている。さあこっちに、あ、これ当たるよ。はい、いいねいいねいいね。これはゲッターである私が助けないと。あ、いいね、もう相手は死ぬ。はい、オッケーオッケーオッケー。レイジュ絶対無敵やる。ほらな、痛い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 。まあまあ、ようやった方でしょう。ただ真ん中はオレンジと。さあ敵さんに捕らえてますよ。さあ竜巻が向こうに行くと。オッケー、ナイス。よいしょ、今だ。あ、動けるんか。あ、ちょい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 、殴ってもよかったけど、あー、それ嫌いなんよ、ほんとに。 OK。 あー、これはもう取られへんわ。どうすっぺかな、毒受けてるな。左手はつらんけど、あれやな。 OKOK、 ブースト入ってるから。どこ行っちゃったんだ、画面がおかしい。スッてポン、ちょっとこっち入っとくわ。よし、オッケー。あいつオッケー、抜け抜け抜け、これは勝ちだ。オッケー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 。あれ、おかしないなんかおかしない？ああ、これやばい。死ぬ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 。オッケー。耐えろ耐えろ耐えろ。よし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 。真ん中に居座る。オッケー、ナイス。ありがとうございます。口でありがとうございますって言うから、あの、押し忘れそうなんです。はい、いいね。あ、これ。これほんまバグってるよね、最近思う。いいね、無限押し。無限に押せるんですよ。押した分だけいいね言ったらいいのにな。じゃあ全員に押すけど。さあ、あ、ちょっと鼻の調子悪いわ。はい、すいません。はい、すいません。はい、すいませんね。はい、次行きましょう。はい、次行きましょうね。あ、いいね、ありがとうございます。さあ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 、ちょっとお茶飲む、お茶飲むよ。あ、おいしい。いや、麦茶、そう、最近ね、麦茶なんですよ、おうちのお茶がね。もう最近本当にウーロン茶とか緑茶しか飲まんかったから、久々に飲んだら麦茶うまい。
学生の頃はね麦茶とか多かったんで、今この小ヤギの動画見てくださってる中高生とかの方はお家のお茶って何ですか？麦茶ですよね、多分。ウーロン茶ですか？ウーロン茶苦ないですか？いや本当に居酒屋とか飲みに行くようになって初めてウーロン茶って世の中でこんなに浸透してるんやって知りましたもん。小ヤギはね飲食店オーナーなんで、ウーロン茶はもうかなり毎日接するっておかしいなウーロン茶は目にするんですけど、毎日作るしね。まあまあ、なんでお茶の話になった試合集中していきましょう。ここを私が取ることになりました。援護しましょう。やっぱ3発は押さん方がいいよね。はい、こういうことができます。これはやばい、ごめんやで。これはあかん、いろいろ。集中力途切れてる。 OK、 当てる。これで近寄ってきた。レイリーのそれ嫌やん。ジャス回避すんなよ。 OK、 当たる。避けたね。回避で本当にソギキングに寄っていくのはマジで無謀です。やめて、なんでこっち来んの。だるいわ。ただまあまあリスポーンが近いんで、すぐに。こっちだって黒ひげやからな。一回吸っといての、回復しながらの。はい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 、みんな死んでる。味方みんな死んでる。ナイス、貯めときます。お、裏取り行くのね。よろしく。さあさあさあ、かなり形勢は不利ですが、さあ回避したところをドン。取れ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 。あ、俺がもしかして当てちゃったんかなそれはすまん。いやーいやーあかん。裏目に出てる。一回殴っといてのオッケー、ドン。さあここは取り返すよ。裏が取れてんのか。これは負けそうな雰囲気。いやーこれな、真ん中しかも黒ひげやしな。これ座れるやろ。よいしょー、座れる。わかった、てんのに避けれない。いや1テンポ遅いんよね回避が。これ俺がな生き残って。わーでも無理やな、負けと。すみません、結構まあまあ押されてたね終始。さあさあどんな感じやったよ。敵が強い、圧倒的に強いわ。そりゃしんどいよね、ずっと押されてた感あったもん。まあ気合いちょっと入れ直して次行きましょうか。いやー、やっとお宝チャンスを消化していけてるからマジでさて、まあ連勝したいね。連勝して4000ぐらいにしときたい。まあ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 、今日も多分ここはカットしてないかな。場合によってはカットすると思うんですけども、はい、6分の4。新型コロナウイルスって名前の人おるやん、やばいやん、もうめちゃくちゃ敵やんさあソゲからいきますよ。ディフェンダー1人ね。シャンクス2。ディフェンダーがまさかのカヨやったよカヨ連れてきてるんか。
しんどいな、俺カヨ嫌いなんですよ。別にあの自分で使うキャラとしても嫌いやし、味方としても嫌いなんですよ。カヨなんか一時期強いみたいなね感じに扱いを受けてた時があって、あれも本当に謎すぎた。 OK、 グリフォン飛んできた。 OK、 ナイスグリフォン。わおわおわお、強い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 。いらん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 、このいやほんまにスネークマンルフィのこの、あ、助けに行かな、喋ってる場合ちゃんと今携帯話してたもん、ごめん。まあ真ん中も食べないと。よいしょー、ナイス、うまいうまいね。いや味方がうまい時は褒めましょう。これ当たるよ。でさらには遠距離から行くよ。ちょっと待って、掘ってるやん。でも黒ひげとこんな距離からは僕無理です、無理ですし、うんうん、いいよ。画面が当たっての方向向いてる。さあ奥も取りに行っちゃえるよ、いけるし。あー取られてるね、シャンクスに取ってほしかったけど。ただよいしょい、これは外した。さあ抜かれちゃっての、まあまあまあ真ん中をちょっと守りにいかな、真ん中がゲージ半分とかしかない。それで言うなら B も半分しかない。まあまあここ立ちますか。あーでもこれ真ん中崩せんな、余裕で。よいしょ、すってポン。あーほー、このタイミングでグリフォン打ってくんなって。いやー、オッケーオッケー、ナイストラップ。あーダウンしてる時か、痛いな。よし貯めよう、ここさえしっかり貯めてた、裏取りだけされへんかったらない。あーまだ手こずってそうやな。いやー真ん中戻らんと、スキルはちょっと置いときだ。ありがとうございます、スキル使わずに時間しのげるなら。オッケー、あーでも負けてんのか、最後集中力切れてたな。あー負けか、負けました。いやー小ヤギがスコアが悪い。いやー、さあ次行きましょうか。まあまあもうね、悪かった試合をねずっと後悔しててもしゃあないんで。さあ、あ、うわー悔しいな。でもさあ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 、ソゲキング、ソゲキングの強さをあんまり見せれてないんちゃうか。いやマジでキャラブーストもマックスやし、メタルクラッシャーももうスキルレベル5やねんから、どんどんもうぶち込んでいかんと。通常攻撃の一発一発もまあまあ重いと思うんですよね。ただ3発目がやっぱり結局はめちゃくちゃ重いから。はい、ディフェンダー1人、はい、ディフェンダー2人になっちゃったよ。まあ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 、ディフェンダーまあ正直最初は1人おればもう余裕っていうか、あの知り合いおるな知り合いが仲間におります。さあさあさあ、 OK、 よろしくお願いします。さあこれは真ん中任せましょう、サポートね。さあこれでも取られへん、仲間が真ん中におるから。あーグリフォン飛んでくるね。
あーもうごたごたや、もう取れる、ふう、あざまー。そして仲間、あーちょっと、もうわからん、もうわからん、何もびっくりした。無垢の人ですね。マイプレイヤーがしんどいしんどい、助けて。だってここマックス向こうに行きましょう。このまままっすぐ突っ切る、台風竜巻一発だけ食らったな。ああ縦に突っ切るってなかなかやばい。さあ真ん中、これは真ん中貯めれるね。まあどうしようかな攻めに行くんやな。うわーこっち来てほしくないな。通常攻撃でかい。酒もう飲んでる。よいしょー。あーほー、無敵でしょうがこっち。さあさあどうしようかなって困ってます。うー真ん中行きます。あー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 、あれは衰退。オッケー。さあどうなってる。これは俺もそっち行った方がいいね。今俺ここ立っとく。あ4人、わわ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 、どうなってる今。わけわからなくなった。危ねえ。これはちょっと見守ろう。やられるよね。ああされた。アホ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 、すぐ通過。うう3人巻き込んだ。おいしい。ただバグってるやつおる。あーもうそんな無理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 。しかも左手の小指だけつってます。ああいうちょっと3人に囲まれるのはしんどいな。さあ2対3これはやばいよ。よいしょー、これ当たるー。あーほーほー、カーソルが間違えてる。助けて助けて。あ無理、あ無理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 。あーあー全然無理全然無理。ここ抜いても無理。そしてスコアも悪い。これあかんわ。ちょっと待ってや。あーなるほどね。何回でも押せる。ああまあまあ友達俺って感じでね。まあしゃあないあのしゃあないしゃあない。次行こう。あかんよ。ちょっと送迎キングちょっとね無双したいんですけどね。ああそう、あのアイコン戦国さんに変えました。神々しいね。さあ勝ちに行こう。ちゃんと勝とうよ。負けっぱなしは悔しいよ。まあ小ヤギの仕業ですけどね完全に。さあディフェンダーが黒ひげ。また新型コロナウイルスさんおるやん。やばいって感染するって。さあはい、あの本日2度目の豚さんになりました。さあやるぞ。さてこれは待ち時間長いパターンのやつ。あー通信落ちますか。何試合かに1回あるんですよね。あーいけたー、よろしくお願いします。さてと、あかんあかんあかん、カウンター入れられちゃうか。よかった当たって。いったお前。
これはカウンターもろに食らう可能性あった。混乱してるやん。おい黒ひげ助けて。はい、もらいます。悪いけどもらいます。まだまだ不毛な戦い。2分11秒にしてまだ真ん中が取れてない。取れる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 。ネイリーここまで突っ込んできそうやからな。はいはい、お方向があさっての方向です。何やってんの。ちょっと待ってちょっと待って、おかしいって。そうだな、ちょっと休憩左手の休憩。あー怖い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 よ。あ、やっちゃった、やっちゃったね。いいはダウンしてんな。カウンター使えんのかも。あー操作が思うようにいかん。危ないごめんマジごめん、マジ黒ひげごめん自分これほんまに害悪プレイやから今のはあかん、マジであかん。友達なくす。いやナイス。ちょっとなんかキルパクみたいになっちゃった。オッケー、強い黒ひげ。よいしょー、これはでかい。あー私はリスポン時点へさよなら。真ん中抜かれたくない。真ん中さえ守れば OK。 岩ちゃんナイス。ちょっとだけ貯める。30秒か。ちょっとだけ貯めてから行こう。あー敵が一気に来るよ。もうちょっと貯めている時間あったな。いやちょ待って、真ん中が結構やばい。 OKOKOK、 少しでも貯めて。あーおー岩ちゃん入って、あナイスエース。引っ張る引っ張る、もし旗触ったら俺が引っ張る。あやばいかも、こうしよう。オッケー切り替え大事。本気で立ち回りました。ありがとうございます。よかった、さっきまで3000スコアとかうんこみたいなこと、汚いことを使っちゃったね。あれちょっと待って、このさバグってみんななんかな。みんなよね多分ね。本当に何回もグッド押せるわ。はい仲間ナイス。はい、というわけで今どこまで消化できた。あと2試合、あと2試合やりましょう。さて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 、いやー最近めっきり暑くなってきましたよね。っていうかね、まああのねコロナの影響で外出めちゃくちゃ真面目に自粛してたんですよ。めちゃくちゃ真面目に自粛しすぎて、ほんまいつの間にか半袖で行けるようになって、長袖で出かけてめちゃくちゃ汗かいて、いつの間に半袖で行けるねんって思いましたもんマジで。いやー真面目に自粛してた人はあるあるというか小ヤギと同じ気持ちやと思うんですよ。え半袖でもういける時期なのみたいな。いやマジで最近もう冷房ガンガンにずっと かけてますもん。でねこの部屋冷房効きすぎて寒いさあよろしくお願いします。よろしくもよろしくって口で言うと押し忘れそうだな。さてさてさて真ん中に走っていくよ。これ当たるやん。えいナイス。いやレイリー嫌やわ。レイリー俺分かった、レイリー嫌い。敵としてのレイリー嫌い。よいしょ、しんどいしんどいレイリー。これでもな自分の陣地やねんな、レイリーを。オッケー一撃だけサポート。さあちょっとね、あーまあ無敵よね、うん、分かってたんやけどな。黒ひげは回避した後は無敵使おうと思ってる人が多い。自分なんて言うなら黒ひげ自分が使ってる時そうやって使うから。さて
遠くの方が見えにくいけど、何やってんやこの黒ひげ。やっぱり言うてるそうだから、あのシャンクス吸いたいけど違うの釣れたね。まあまあこれで KO ならまあいいでしょう。果敢に殴りに行きすぎやろ。天国怖いやん、怖いやん、玉怖いやん。うわお、違うの釣れてるね。あー、わざわざ引き寄せちゃったわ。でもまあまあハッターのゲージ怖い怖い怖い、溜まってるから。あー攻めに行かれへんわ。このトラップ本当に鬱陶しいですよね。あー怖い怖い怖い、形だけ殴るふり。よいしょ、ドン。3人釣れたで、3人釣れてたで。なんか画面がおかしい。おお、わおわお。あ、それあかん。あかかかかか。戦国のこれ強。ただ真ん中に、あ、味方があんだけおったら。残り30秒、守るだけ。ここ旗満タン、向こうも満タン。真ん中守るだけ。さあ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 。ドン。イエイ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 。これは守りきれる。いや、痛い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 。こうやって入ってのドン。居座るもん、居座る、どうにかして居座るもん。イエーイ勝ち。あ、最後にやらかし。あれほんまシャンクスいるときはもう攻撃なんて考えずに、きょあのちょうちょ歩いとくだけでいいんですよ。はい、勝ちましたと。あー、よかったさあ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 、いい試合ととんでもない悪い試合お見せしてるような感じですね同時にさてラストですよ。ラストラストの試合やってきました。最後はやっぱり活躍して終わらんとね、というわけで最後の試合やっていきたいと思います。さっきと同じ方言いますね。まあ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 、ソゲですね。もうディフェンダー2人おるから、戦国さんと黒ひげ。さあ、相手は誰連れてくるかな。まあまあ、ソゲキングの脅威になるようなキャラはおらん。まあ、こっちにレイリーおるけど。そうやね。そうやな。まあまあ、スネークマン、ルフィとはあんまり当たりたくないっていうのと、あ、ちょっと出遅れた。あのマゼランの猛毒ね、結構きついんで注意したいなって感じですが、これはとりあえず牽制やな、まあ、当たらんとは思ってたから。おっとこのルフィ、おーい、おー、スコアゼロのまま最後の試合だからですか。こたまり切ってて奥行きます。あー、シャンクス外れてる。 OKOKOK、 見えへんね、戦国さんでかすぎて前見えへんよ。あー、あー当たるんや、まあいいけど。あいったい、まあ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 、よろけてるのにな。シャンクス、シャンクス鬱陶しいな。何も見えへんわ、ここ。どうしたらいいの、これ。シャンクス、倒れたか、ようやく。ちょっと、無言になってまう。もう、わけわからんすぎて。どこ取られた？あかんな、これは。あースキルどっちも残して死ぬとかありへんわ。もうブーストもまだ遠いし、戦国さんの体力ももうないし、
マゼラン聞ける。さあこっから逆転の能しを上げたいけども、めちゃくちゃ鬱陶しいやん。あ、遠いねんな。トヒゲに絶対任した方がいいわ。さあ、あ、そんなこと言ってる間に、これはでかい。よしよし、抜いて。あー食らう。あー、なかなか時間取られるわ。なんで食らわんのこれ。なんでなん、ちょっと待って、なんでなん。あー最後負けるわ。あー無理すぎる。トゲキングで崩しきんのは無理や。いや最後の判定おかしいやん、攻撃してんのに。そう、あれは何、マゼランのスキルで防いでるってこと。どういうバグなの。もう納得いかずに終わるわ。うわ、なんか腑に落ちひんな。あれってあの角度やったら攻撃無視なの。いや分からへん。なんで、え、皆さんどうですか。スキルまで使ってスキルも無視やったからな、分からへん。というわけでめちゃくちゃ腑に落ちひん感じで終わりになるんですけど、これは小ヤギのせいでしょうか。もうちょっと右にずれたらよかったのかな。そういうこと。ちょっと本当に小ヤギに知識がないというか、今のはなぜ攻撃がスルーされたのか全くわからないんで、あのどなたかコメントいただければと思います。というわけでですね、本日の動画は以上で終了となります。まああのもう明日にはね、ソゲキングのスキルレベルどっちも5にできるんで、もうソゲキング優先で今育ててますんで完璧に強くなるかなと。ただやっぱり言うてメタルクラッシャーの威力は強い強いんですが、最後は無視されちゃったんで負けましたね本当に。わからない。というわけでですね、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。小ヤギでした。バイバイ。